こぶっちゃけみんなどう思った？今7000円の海鮮丼が話題になっと、東京豊洲の新しい食べ歩きスポット行ってきたねんけど、もうえげつない。もう高すぎ。いや、インバウンド向けって分かってるけど、関西の田舎から来た私には、なおさら衝撃で泣きそうやった。とは言いつつもせっかく来たし、お手頃なんだけでも、と思って回ってきてんけど、これどう思う？まず生牡蠣2種食べ比べ1350円。で、マグロの串3種セット2300円。ほんでラスト、マグロの五貫セット2600円。な感じで、まあ、美味しかったわ、美味しかったけど、ここでわざわざ食べんでええかなと思った。でも漁師さんとかのためにはいいんちゃうとも思ってて、そもそも彼ら命がけで魚釣ってくれとわけやし、これで漁師さんやお店がしっかり潤うなら悪くはないと思う。ただ日本人客にはしんどいし、日本人割引とかあればいいのになと思う。これ誰かも言ってはったけど、実際海外にはパスポート見せたら適正価格で買えるっていう、なんとも画期的なシステムがあるみたいで、ここでも導入してくれたらなとは思う。ここまでかなりディスっちゃったけど、お店が約70店舗もあったり、江戸の街並みやパノラマ足湯もいいと思った。ただもう一回行くかって言われたらちょっと悩むかな。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想やおすすめのお店があればコメントで教えてください。